団ホンダは、日本のキーボーディスト、ミュージシャン、レコーディングエンジニア。本名である、ホンダ・タケシ名義での活動も多い。母子音楽ユニット、CO906 の活動もしている女優の佐々木慎音は、ホンダの長女である。1960年、北海道札幌市に出生、東京都世田谷区にて育つ。世田谷区立富士中学校、東京都立駒場高校を経て、 中央大学理工学部電気電子情報工学科に進学。その後、音楽学校メーザーハウスにて音楽を学ぶ。メジャーデビュー前の仕事では、ザ・ボンチのバックバンドとしてワンクールを経験。1978年から音楽家として活動を始める。1980年代後半、バックフースランプのサポートメンバーとしてキーボードを担当。 同バンドでの活動名として、ダン・ホンダを名乗る。これは、ホンダの名字を活かし、上から読んでも下から読んでも、ダン・ホンダとなるよう、サンプラザ中野くんが命名した。爆風スランプの楽曲、それから、ハイランダーの作曲も手掛けている。爆風スランプが一番売れていた頃のサポートメンバーで、あったため、テレビへの出演も多く、サポートメンバーでありながら施設ファイクラブもあった。 ステージ上のキーボードシステムが、ヤマハ系 X76 と88であったため、当時同じシステムで演奏していた、カシオペアのコータニミノルが、爆風スランプのアルバム、IBW に関わっている。1990年、爆風スランプ長期休養に伴い、爆風のサポートから外れ、活動の場を、o h さと DREAMS c ト m ル t r u などのツアーサポートへとシフト。 後に表立っての活動からは引退し、江川法人事務所のマネージャーに転身。2000年、レコーディングエンジニアとして、ガルバスタジオに席を置く。2012年に設立された、マスターミックススタジオに移席。ありがとうございます。